皆様こんにちは、山芋です。前回美濃に行ったよっていうね動画を上げてたんですけども、あの後ですね、私まっすぐ家に帰らずですね、このホテルから乗り合いバスに乗り、高速バスで名古屋まで行った後新幹線乗りました。新幹線好きなんですよね、私。で、京都に行ったのは、特別なピクミンをもらうためです。任天堂京都に行けば、なんと金のプレゼントシールがもらえると、今までマリオのデコピクミンだったのに、それが変わってしまったと。なら行かないとなと。なんとね、名古屋から京都まで40分ぐらいで行けるんですよね。京都駅に着いてからは、この京都タワーが見えるね、このバス乗り場から、京都河原町まで行ってきました。で、中に入りたかったんですけども、やっぱりね、入場制限してました。平日だったけども、入場制限がしていて、入ることができなかったですね。残念です。でも1階に大きなマリオがいて、ここでは写真撮ることはできました。スタッフの方に撮っていただきました。ありがとうございます。で、そこからですね、阪急電車に乗って、で、梅田っていうね、任天堂大阪がある場所まで移動しました。ちょっと急行とかね、快速特急がちょっと時間が合わなくてですね、平日だったので、準急でゆっくり、電車で寝ながら行きました。はい。で、こちら、任天堂大阪に行って、ピクミンをゲットしてきました。ピクミンもゲットしたんですけども、こちらでお買い物もしてきたので、まずそちらの方をお見せして、その後取ってきたピクミンをお見せしたいと思います。はい、買ったものですね。ということで、まあ、なんか、いろいろ買ったわけですよ、いろいろ。じゃあ、開けていこうかな。まあ、ピクミン関連がこんなわけですね。他にも買った気がするけど、ちょっと何買ったか忘れちゃったんですけど、開けていきます。これね、お皿。かわいい、これ。あ、これいいね。メラミンのいいやつ。分厚めやん。まあ、これも開けましょう。これ普通に家でさ、みんなで使えるからいいよね。私の趣味だけで、過ごすんじゃなくて、家族みんなにもね、このお土産感が出てる。いい。で、この原生生物のやつね、これね、これの中身なんですけども、私は、これでございました。まさかの小金持ち。まあね、この子はずっと出てくるから、ピクミンシリーズではね。ピクミンブルームでは出てこないんだけどね。ピクミンブルーム全部出てこないね。いや、これでも面白い動きしたよね。画面見切れてるよ、見切れてるよ、映ってないよ。まあ、ちょっと面白い動きしたんですけど、ちょっと。急にまた、ちょっと。ダメだ。ちょっと周りがぐちゃぐちゃしてうまく映せないや。ちなみにこれ、私、一人一個って知らなくて、三つぐらい持ってったら、お一人様一個ですって言われて、ごめんなさいってなりましたね。はい。ごめんなさい。で、これ、3つ買って、もう帰ってきたら速攻子供がやってて、黄色が出てきて、これいいですね。めっちゃこれいいやつだよね。これ値段いくらだったっけ？ちょっと忘れちゃったんだけど、中身いいやつですね、これ。かわいい。まあこれはおいおい、また子供たちがね、遊ぶと思います。これも買って忘れてましたね。氷ピクミンのバッジ。黄色がね、家にどっかにあるはずなんだけど、ちょっと今行方不明で。氷。子供たち氷ピクミン好きなんで、これいいお土産になりましたね。で、これですよ、クッキー。クッキー、これ開けていいかな？どっから開けるんだろう、これ。開いた。普通に開いた。え？あ、普通のクッキーなんや、これ。なるほど。いや、戻せない。あ、戻せる。あ、ちょっと微妙。いや、でもこれこのまま置いときたいな。賞味期限いつだっけ？あ、来年の1月だ。来年の1月までこのまま置いとこう。これはかわいい。じゃあ、これに、何入れます？今日私ね、今ちょっと洗ってきたんよ、これ。なんか、美味しそうな、なんか、岩手のヨーグルトを買ってきたんですよ。謎の。岩手じゃないんかな？いや、岩手って書いてる。これ食べよう、ここに入れて。ちょっとだけ入れた。じゃ、バナナここに入れようと思ったら、バナナ食べられてた家族にびっくりした。いや、これいいね。なんかこう、いや、テンション上がるな。ピクミンのお皿でなんか食べたら。ちょっとすっげえドロドロになった。これでヨーグルト取ったから。あ、うまい。いつものヨーグルトよりうまく感じる。うん。じゃあ、ピクミンの AR 見るか。かわいいわ、これも。はい。お分かりいただけましたでしょうか？ 3 体揃っております。3体。
青と黄色と赤、白はね海外限定だと今のところ言われておるので、私は日本から最近出てませんので、新婚旅行以来出ておりませんので白はゲットしておりませんが、赤と青と黄色が私の手元にあります。そうなんですね、任天堂京都はここに行ったんですけど黄色だったんですけど、そうですね、京都です。この任天堂大阪は青だったんです。すごくないですか。いや一発で青引いたなと思って、青だけ持ってなかったので、これですね、これは京都。いやもうテンション爆上がりでございました。いやでもほっとするね、なんか1回で揃ったっていう、まあ、新幹線代かけたんでね、5000円ぐらいの価値のある任天堂京都のピクミンだと思っておきますあ、かわいい、かわいくないですか、この3つ並んでんの。あ、尊いですね。あ、かわいい、見せてくれてる。あ、もう大満足でしたね。大満足の1泊2日のピクミン旅でございました。はい、美濃も楽しかったけど、この無理やり一人で京都大阪を回るっていうね、この任天堂京都任天堂大阪を無理やり回るっていう作業が楽しかったです。まあ、家族4人でね新幹線移動をパッと決めることはなかなかできないですかね。やっぱ2万円ぐらいかかっちゃうから、まあね、一人だからできるっていうね感じです。はい、ではこちらにあるギフトをご紹介したいと思います。ありがとうございます、本当に嬉しいです。チョコモモさん、かぼちゃゲットしてますね。うわぴくちゃんで届けてくれました、ありがとうございます。 X でも絡んでくれてありがとうございます。レモンイローさん、鼻上加速器ね、いらないよね、いっぱい溜まってきちゃってるよね。どこで使えばいいのかわかんないですよね。メガホンはね、いくらで売られるかな、売られるとしたら。いらないかもしれないけどね。ありがとうございます、ギフト。いつもありがとう。ポケ。手怪我してるからね。左手で頑張ります。ちょっとね、右と左で全然クルクルするの、こう難しさが難易度上がっちゃうから、エクセレント難しいけどね、マキちゃん。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Like the moon.